入足通信、本日は明治大学の飯田康之がお届けします。今日のテーマは、悪い円安論を、おおまあ、排液せよお、かもしれない。えー、退治せよ、かもしれないですけれども、悪い円安論、えー、つまりは、現在進行している為替レートの円安化が大変悪いことで、 そのせいで、えーまあ、国内経済をお、まあ、逼迫させているんですよお。だからこそ利上げをして為替レートを円高にしていきましょう。またこれ以上の円安を防いでいきましょう。っていう議論があるんですが、これがいかに危険な考え方かというお話をしていきたいと思います。例えばですね、現在、えーまあ、さ発表されているのは3月時点の消費者物価指数上昇率。 で、3月分の総合指数、全部のお商品に関する物価指数、消費者が買うすべての商品に関する物価指数は3月でプラス1.2%。その一方で、食品及びエネルギーの価格を除いたコアコア指数については3月時点でまだマイナスの0.7%という状態です。しかし皆さん、えー、円安進んだあ4月、 もっと物価上がったんじゃないか。また4月をめどに価格を引き上げた会社多いので、4月はどうなるか。4月なんですけれども、まず消費者物価指数の総合は確実に2%を超えます。これなんでか理由は簡単なんです。3月までは携帯電話効果というのがあって、大体消費者物価指数0.9%ぐらい下がっちゃってるんです。 これちょっと解説しておきますと、菅総理の肝入りで進んだ携帯電話のプラン、えー、見直しとか、料金引き下げによって、携帯料金2021年の3月からその次の4月にかけて大幅に低下しています。 で、これはあの、景気が良くなったとか悪くなったっていう物価の変化ではなくて、えまさに国策として大幅に携帯電話料金が下がった。そのせいで、2021年の4月から2022年の3月までは、前の年と比べると物価指数がすごく低く出るんですね。つまり1年前には携帯電話料金が高かったけど、今は携帯電話料金はもう新プランで安くなってる。 っていう分で、えー、現在の消費者物価指数上昇率1.2コアコア指数マイナス0.7っていうのは携帯電話分すすると何が起きるかというと物価指数は何にも起きてなくても確実に0.9%ぐらい上がるんですね。ってことは今1.2%の総合指数2%ボンと超えてきます。 コアコア指数はマイナス0.7から多分プラスの0.5内外まで上がってくると思います。そうするとね、えー、必ず悪い円安論が勢いづきます。ほら、急に4月になって、やっぱり為替レートが変わって、急激にインフレ率が上がったじゃないかと。これから2%が3%、3%が4%とインフレが上がっていくぞというふうに言うと思うんですが、 この3月から4月の急激なあ、まあ、物価の上昇率の変化は、これ携帯電話の影響が大きいっていうのを一つ抑えておいてください。で、そしてですね、そもそも物価の上昇を追って、えー、特に、まあ、エネルギー価格と食料品価格の上昇って、本当に円安のせいなの確かにですね、昨年来で見ると、為替レート1ドル110円。 まあちなみにこのぐらいが確かに企業としてはね、心地が良いというか、一番対応取りやすい円高円安水準だと言われるんですけれども、110円からだいたい128円、現時点、この収録時点でまで円安が進んでいます。これって大体、だいたい15%から20%弱ぐらい円安になったんですね。そうすると海外でドルで買ったものを 日本国内の円に直して売るときの価格もやっぱり1割から2割近く上がらざるを得ない。ほらやっぱり円安によってインフレになってるじゃないか物価が高くなってるじゃないかって言うんですけれどもえー、っとですね皆さんが皆さんの手元に届くときの輸入品ってその海外の販売価格がそのまんま 単に円換算されて入ってきてるわけじゃないんですね。輸入、商社とか国内の流通とかの部分っていうのが非常に大きいので、ダイレクトにこの十何を値が上がるというわけではない。これが一つ。そしてもう一つ。確かに、まあ十数円安になったっていうんですけれども、原油価格の方を見てください。原油価格の方はもっと上がってるでしょうと。 一昨年には2 1バレル20ドルまで下がった。まあ、これは下がりすぎですけれども、え、原油価格。今100ドル台になってます。まあ、5倍。ちょっとこれは大げさだとしても、昨年来から見ても倍増以上になってるんです。元のドルの価格がそこまで上がってるんですから、これあえてここで無理やり円高に振ってみたところで、そんなに大きく変わんないんですよ。 だってもう上がったもんはもう上がったもん。その主因は国際的な原油価格の上昇なわけですから、これに1割程度、まあ、為替レートで調整してみたところで、そんな大きな影響出ませんよと。そしてですね、この原材料価格が上昇すると、例えばガス代、確かに上がってますよ、ガソリン代。電気料金も上がってますよ。それに伴って、えー、みんなあの、お金がなくなっちゃうわけですよね、家計は。 ガソリン代とか光熱費に金食うようになって。そうすると、ますます国内の製品、まあ旅行に行くとか飲みに行くっていう国内で生産されている価値への消費支出っていうのが減っちゃう。ってことは、国内産業にとってはむしろデフレ圧力なんです。さて、原材料におけるインフレ圧力とそれに伴う国内産業のデフレ圧力というのがある中で、円高にするって何をすることなのか。 金利上げるってことです。この状況で金利上げて国内産業をどうしようっていうんですかとここで国際金融にはトリレンマと呼ばれる考え方があります。自由な国際間金融取引、これ資本移動って言いますけれども、資本移動、安定的な為替レート、国内での自主的な自由な金融政策、この3つのうち同時に達成できるのは2つだけなんです。 ちなみにですね、日本のような先進国が資本取引を規制する、つまり海外とのお金のやり取りとか金融取引を禁止するなんてありえないです。そもそも日本の主要な外貨獲得手段って海外に貸している金、または海外に投資した金の金利であったり配当、または子会社利益なんですから、<laughs> 自分の一番の儲け口を規制するなんて、そんなバカなことあるわけないので、 え、第一の資本移動の自由は絶対日本は欠かせない。ってことは、要はですね、為替レートを重視するのか、金利を重視するのかっていう二択なんです。そういった中で、各国は何を選択しているかというと、まずアメリカ。アメリカは企業物価指数、つまりは企業の原材料の価格指数が10%上がってます。そして消費者物価指数。 つまりは消費者が購入する商品の価格も8%以上上がってますとなったらアメリカにとって適切な国内金融政策は利上げですいいでしょうかそれに伴ってアメリカが利上げしてだから日本は、えー、利上げをしていないので円安になるこれも、えー、自由なあまあ為替相場では当然起きることなんですねじゃあ一方ユーロエリアはどうかあというとユーロエリアでは企業物価指数 え、ま、原材料を中心とした価格が前年比で30%上がってます。で、それに引っ張られる形で、もちろん消費者も電気とか、え、ガスとか、ガソリンとか買ってますから、消費者物価指数は5%大台の上昇です。で、その中でヨーロッパは、 苦渋の決断として、または、あまあ、ヨーロッパらしい金融政策っていうのは、一国では決められないので、ある程度利上げをしてきています。ちなみにですね、アメリカではなんで、企業の原材料の物価指数の上昇と消費者物価指数の上昇が割とパラレルかって言ったら、これはあの、産油国、うまあ,あ、石油を生産もしてる国だからです。一方で、ヨーロッパ、ユーロエリアだと、 資源、えーまあ、何よりもね、ロシアに依存していたので、企業の原材料価格ぶち上がってるけれども、それによってむしろ消費者は懐が厳しくなって、国内産業には下押し圧力が働いている。にもかかわらず、利上げ方向で動いたというのは、結構これ、ショッキングな事態でして、つまりはユーロエリア、国内経済については、ある程度、 下押しが続いてもしょうがない。それでもなお、おまあ、為替レートを維持したり、または、えー、物価をお、まあ、物価の上昇、インフレを止めたいというふうに舵を切った。これは私、むしろ将来に過去を残すと思っていて、じゃあ、翻って日本はと言ったら、企業物価指数10、10%程度の上昇です。これは、あの、ヨーロッパに比べると、やっぱりロシアの影響が直接的ではなかったので、企業の 仕入れ値、ね、仕入れ価格に関する企業物価指数は10%アップ。一方で消費者物価指数はっていうとちょっと携帯云々の効果除いた4月だと多分2%から2.3%ぐらいに落ち着いてくると思います。で、そもそも国内ではまだ明確にインフレとは言えないんだと。 この 2. 何っていうのもエネルギー価格入れてです。エネルギー価格を除いたコアコアでは1%に届かないと思います。その状況でなんで国内の経済政策で利上げを選択しなきゃいけないんですかと利上げによって利益が減少するとか、または借金の返済が困難になるっていう人のことはどうでもいいんですかとなんかですね、その円高だと日本の国位が上がったような気がして、 円安だと日本の国位が下がったような気がする。まあこの感覚の人結構多いんですけれども、そんなことはありません。過去様々な経済局面で国内の経済状況よりも為替レートを優先して得した国って本当に見ないんですね。円高がいい、または利上げをすべきだっていう人は、利上げをすると日本にとってどんな良い,いことがあるんですかと。いいでしょうか 何かその円安だ、原材料が高い、インフレだ、大変だ。こっからもうバンバンテレビがこういう人使ってくると思います。その人に問いたいのは、えじゃあ利上げするってことですよね。利上げをするとどんなメリットがあるんですか原材料価格が、国際原油価格が高いまんまなのに原材料価格が劇的に下がるんですか利上げをしたら、な、何がいいことありますかね借り入れしてる企業ってどうなるんですか またはこれから借り入れをしようと思っているまたは運転資金を借りなきゃならない企業の経営に影響出なないんですかなんだかよくわからない理由で今円安を悪者にしてだからそれを防ぐために金利を上げるべきだって言ってますけどそういう人たち金利上げたらどんないいことがあるのかもうちょっと具体的に発言しないとまあショック・ドクトリン、えー、つまりなんかウクライナも大変だコロナもまだぐちゃ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 してる大変だ大変だわーっていう中で 金利上げて、さあ得する人がいます。これは、有望な投資先を、と言いますか、有望な貸し付け先を見つけることができない銀行とか、まあ、地銀に結構いくつかありますけれども、いくつかどころじゃなくてたくさんありますけれども。または、もっと狭い意味で言うと、債権村って僕ら呼んでますけれども、おいわゆる債権取引をメインにしている、うまあ、金融関係の会社とか、エコノミスト どさくさに紛れて自分の利益を促進しようとしてるんじゃないと。これ本当にねなん、えー、で利上げをすると良いのかっていうとその有望な企業を見つけて融資するっていう銀行本来の業務ができてない銀行とか。で、えー、経済の専門家って言いながらお前の担当または雇われてる会社って債権の取引中心じゃんっていう人たち。 こういった人たちの意見を一歩引いて、ね、これからもう確実です。5月の20日以降にですね、消費者物価指数4月分の速報が出ます。大騒ぎになると思います。一気に上がるからね。その時は今日言った、携帯電話の影響ですよ。そして、もう一つは、コアコアは大して上がってないですよ。 そして、えー、このぐらいのインフレで利上げをしてどんな得があるんですか?」。この3点をまあね、えー、おかしいなおかしいなと思いながら悪い円安論を眺めていくといいんじゃないでしょうか。入足通信飯田康幸がお届けしましまた